湘南国際マラソンは2007年3月18日より毎年行われているマラソンイベントである。神奈川県下では横浜マラソンに次ぐ規模である。2007年3月18日に神奈川県西部湘南、西湘地域で初めて開催された。第1回と第2回は3月に開催され、第3回第9回は毎年11月開催を基本としていた。第10回大会は12月の開催となった。第15回大会はコロナの影響で2021年2月開催。さらに参加者にマイカップマイボトルを持参をする世界初の大会とすることにしているが 25km に短縮。しかし2020年12月10日に中止決定。エントリーはフルマラソン 10km、10km の3部門で第5回大会よりフルマラソン 10km の他にハーフマラソンが新設されている。当初のフルマラソンのコースは江ノ島を発着して国道134号国道1号、西湘バイパス西湘二宮インターチェンジで折り返しである。第3回以降は西湘バイパス大磯西インターチェンジ発、西湘バイパス国道134号、江ノ島入口折り返し国道134号、西湘バイパス西湘二宮インターチェンジ折り返し、大磯西インターチェンジ、大磯プリンスホテル機となる。2007年9月、台風9号により、西湘バイパス、大磯西インターチェンジ、西湘二宮インターチェンジ間で、路肩崩落が発生し、第3回は一部コース変更されて、フルマラソンに変えて、30km マラソンとした。第5回大会は2010年11月7日から11月14日にかけて神奈川県で横浜エーペック開催が開催されたことに伴い2ヶ月ほど遅い2011年1月23日に実施された。第9回大会までは日本陸上競技連盟公認コースで行われていた。ところがコースの道路形状の一部変更に伴って第10回大会以降は公認化を見送り、現在でも日本陸連、非公認扱いのコースとなっている。この大会で割小便が厳禁されており、行為が発覚した場合は即失格扱いとなり、永久的に参加資格が失われる。第10回大会では、スタート直前にコースで発見された不審車両の処理が間に合わず、ハーフマラソン 10km、車椅子 10km の競技が中断され記録も参考扱いとなった。大会組織委員会からハーフマラソン 10km、車椅子 10km の部の参加者に対し一時足止めのお詫びとして代わりに次の第11回大会ハーフマラソン 10km、車椅子 10km の部の優先出走権を提供することが決定した。フルマラソンのコースは西湘バイパスを往復する平坦で記録の出やすいコースである。ただし、江ノ島で折り返して、スタート地点である大磯プリンスホテル前に戻った時点ではまだ 37km であり、その先 2.5km 先の第2折り返しまでの往復は一般の応援者もおらず、精神的に非常に厳しいものがある。2015年現在合計 24,000 人、参加受付は、先着順となっており、フルマラソン一般募集は2014年大会では、受付開始29分で、2015年大会は41分で、定員に達し締め切りとなった。ありがとうございます。